がじや花たち花のお茶の香り流れも清き大田川若い踊る頃となり町の緑の色さえ遠州森町よい茶の出どこ娘やりたやお茶摘みにここは名代の渋瀬の神の秋葉神社の参道で産声上げし階段寺昭和の御代までなおのこと待つ何だ大きな声出してへっひでこが帰ってきたら何かやるものあるかい？はあ、カステラと牛乳なんですけど。あ、そう。私はちょっと出かけるけどね。今晩の支度は？今朝お嬢さんからいつかありましたけど、今夜はオイスターのフライにシチューです。オイスター？オイスターって何かね？牡蠣のことなんだそうですよ。牡蠣ね。私にはね、少しでいいから生で取っといてくれな。牡蠣がオイスターならオイスターが牡蠣よ。牡蠣がオイスターでオイスターが牡蠣よ。遊ぼうか。遊んでもいいわ。そこで10分間車中暮らししたら。よし。
ちょっとお出かけになりましたよ。あ、今あった。あら、そうですか。牛乳持ってきましょうか。まだ後でいいわ。あのね、お嬢さん、おみつさん近いうちにお嫁に行くんですってね。さっき島田に行ってうちの前を通ったんですよ。そう？見たいな。行ってみよっと。まだよ。あと3分。2分50秒。40秒。30秒。お嫁に行くんですってね。ええ、お母さん。あら、いいじゃないか。どうせ分かることなんだろう。すごいよね。秀子さん、そんなに見ちゃ嫌だわ。タバコください。はい。いいや、私が行くから。秀子さん。ちょっといらっしゃいよ。何？いらっしゃいよ。写真あるんでしょ？見せてよ。うん、写真なんかないの。嘘、見せなさいよ。ね？どんな人？髭生やしてる？お見合いしたんでしょ？いい方？だって。そうね、よくなきゃお嫁に行かないわね。嬉しいでしょ。嫌な秀子さん、もうたくさん。今度もちょっとゴタゴタしたもんで、秀子さんの着物まだなんですよ。あれゆっくりでいいのよ。そうですか。今なんですってね、お嫁さんだったまってみんなカツラなんですよね。ええ、髪の短い人が多いからでしょ。秀子さんなんかもカツラね。おかしいわ。私の顔暇だなんて似合わないことよ。うん、そんなことないわ。そうかしら。でも変よ。どんな顔なんでしょうね。何してんだい？ん？お父さん、私に島田にって似合うかしら。え？お前が島田に言うんだって？今じゃないのよ。ああ、そうかい。おみっちゃん、近いうちにお嫁に行くんですって。今日島田に行ってたけど、とってもよく似合うのよ。そう。みっちゃんはもうお嫁かね。うん、ああ、そうかね。
ねえお父さん、私日本髪に合うと思う？ああそうさね。日本髪じゃないお嫁さんだってあんのよ。おみっちゃんとこのおばさんって言ったら、ひでちゃんは洋髪の方が似合うでしょうだって。お前にはどっちがいいだろうな。つごいつるげねふ。初恋物語をしなくちゃならないんですよ。さまずあなたの番です。セルゲイ・ニコライツキ。お世話になりました。いえ、ご覧ください。ただいま。お帰りなさい。あのお父さん、北蔵のおじさんのうちいらっしゃいました。あ、そう。私もこれからすぐ出かけるの。よしこさんとこお父さんが出世なさってるでしょ。そこへお母さんがご病気なんでお店の手が足りないの。お手伝いに行くって約束したの。そう、大変ですわね。お父さん帰ったらそう言ってね。はい。晩ご飯いらない。あ、シュークリームが買ってありますけど。あ、そう、ちょうだい。はい。いってらっしゃい。だけど兄さん、まだひでちゃんのことで心配するの早いよ。17になったばかりだろ。そうですよ。まあまだ子供だとは思うんだが、しかしおはるがあれを産んだのが18の時だもんな。それを思えば安心はできないよ。あ、そうだったかね。でもこんなこと言っちゃなんだけど、ひでちゃんは女学校も行ってんだし、目が利口な子だから、はるちゃんとは違うと思うんだけどね。そりゃおはるはろくに学校にも行けなかったような子だし、ひで子と出来も違うけど、そこにまた一つ苦労があるんだよ。兄さんがそんな苦労したとは思わなかったね。それは他のことじゃあんまり苦労はしない子だけどね。それにお前んとこみたいに男の子ばっかりならそれほど心配しやしないよ。でもひでちゃんみたいな子だったら、うちの六代なしよりどんなにいいか知れませんよ。いや、それはなかなかそういうわけにはいかないよ。まあ私の口から言うのも変だけど、あれだけ出来のいい子だからね、あのまんま風呂屋の連れで終わらせんのかわいそうな気がしてね。それもそうだな。嫁にあるんだったらまだ楽だろうね。本当にね、かえって女の子の方が苦労ですね。風呂屋へ来るお婿さんなんてな、大概知れたもんだよ。このタバコ屋さんの横を入って左側の3軒目が吉田さん、それからこの交番の横を入って最初の横丁の右角が近藤さん、
大丈夫？大丈夫。わかった。今日は本当に助かったわ。くたびれたでしょ。ううん。なんだとっても楽しかった。また明日も来るわね。ありがとう。お家で心配したしな。うん。そうやってあるから大丈夫。まだなかなか寒いよ。暑いやつは一杯もらおうかな。お店は寒いですから奥いらっしゃいませ。散らかしてますけど。そうだな。じゃあまずどうぞ。いつまで食べてるんだね。さっさと食べちまいなさいよ。いや、やってるな。こんばんは。臭いは出ていたな。あれ買わせてくれないか。お安いご用です。さあ、すまし。どうぞ。これ、この、お使い賃で。まあ、いいんですよ。そんなことしなくたって。早く行ってね。ぐずぐずしてるんじゃないよ。なんか不自由でしょ。お松さんこしらえるんですか。うん、お松さんこしらえるんだが、何しろ秀子のやつがハイカラなもんが好きで来てるんでね。秀ちゃんモダンですもんね。学校ででも教わってくんのか。うん、時々怪しげなものを自分でこしらえたりなんかして平行さ。じゃあそれ帰り道だから今日届けておくわ。そう、お願いするわ。お前っておでん屋さんね。じゃあお母さんも大事にね。ありがとう。おいおい、おでんの中よだれが早いじゃないか。汚いな。おっかさんいるかい。奥にいるよ。あれがお酒来てるか。行かせ。酒はまずくなら。そうかい。そう、人の顔ばかり見んなや。あっち見てなっちょ。したいつつ
い気持ちになっちゃった。こうやってるとまるで昔に帰ったような気がするぜ。お前さんが死んだおかみさんによく似てるし。本当なの？この間もそんなこと言ってらしたけど。ああ、本当だと思う。ああ、とってもよく似てるよ。そう？ずずんでー世に限り雲け一遍あればこそ明月夜浅木に銀の一つもん至るごとく差し込みし羽越の月を拝みつつ足引き山の死んだんでね、生まれた時から育てたんで自分の子みたいなもんだけど。お父さんって方？うん、まあ、父親ってのはと事情があってね、今どこで何してやんか。そうですか。それで秀ちゃんはそのことを知らないんだ。うん、あれにはまだ話してないんだよ。まあこんなことは知らなきゃ知らない方がいいもんな。本当にそうですよ。まあこんな話よそや。じゃあ冷たくなりますよ。俺よりうめえな。さっきの話ちゃんとするのよ。あ、それでうちのお父さんあんたのとこちょいちょい行くの？うん、よく来るよ。あんたなぜ私に黙ってたのよ。だって言うなって言われたんだもん。うちのお父さんとあんたのとこのお母さんそんな仲がいいの？そりゃそうさ、夫婦になるかもしれないんだぜ。そんなこと言ってんの？うちのおっかさんとひでちゃんとこのお父っつぁんと夫婦になったら俺とひでちゃんは兄弟だな。だけど兄弟だってひでちゃんが俺のお嫁さんになったっておかしくないんだろ。
旦那、ちょっと来てごらんなさい。昨日から変な男がうちの前うろうろしてんですよ。うん、変な男。あっち行ったんですけど。いません。どんな男だ。それがね、立派な服装をした人なんですけどね、マスクをかけてんで顔がよく見えなかったんですよ。こうやってキョロ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 覗いて。あ、なんでもない人だろ。そうでしょうかしら。ごめんください。あの、ひで子さんいらっしゃいますか。ああ、おりますよ。あ、ひで子さんです、はい、あちらの玄関の方からお上がりになりませんか。ええ、ありがとう。私まだお家の中ってどんなになってるか知らないのよ。え、私もよ。そう、どうぞご覧になりませんか。まだ誰も入っておりませんから。見せていただきましょうか。え、見ましょうよ、ね、さあどうぞ。こっちが男になってましてね、向こうが女です。ずいぶん広いのね。だって大勢入るんでしょ。いかがです、誰も入ってないんで綺麗ですから、ちょっと入りになりませんか。あら、いやね。どうしてですか。お父さん、つまんないこと言うのね。だって綺麗だからさ。いいからあっち行ってらっしゃい。そうかい。じゃあごめんください。なあに、みんなで。あのね、今日瀬川さんのところでレコードコンサートがあるのよ。いらっしゃらない。私今日ダメなのよ。山田さんとこお母さんがご病気なんで、お店手伝いに行かなきゃなんない。そう、あら、そう、つまんないね。瀬川さんによろしくね。ええ、じゃあさよなら。さよなら。山田さんによろしくね。さよなら。さよなら。用事って何だったい。瀬川さんとこのね、レコードコンサートに誘いに来てくれたの。ふん、どんなごちそうなんだい。ごちそうじゃないわよ、レコードを聴く会なの。なんだ、そうか。お父さんはまた英語だもんだから、洋食の中と思ったんだよ。ほら、お前この前なんとか言ったっけな。なんとかサートってさ。なんとかサート。うん、なんとかサートって、ああ、デザート。ああ、そうそう、そのままレザートだよ。そんなもんかと思ったんだよ。いや、お父さん。あ、ひで子、目方測ろうか。あ、また増えたよね、お父さん。お父さん、善ちゃんとこよく行くんですってね。誰がそんなこと言った。誰がって、お父さん、あのおばさん好きなの。好きって、別にその。いいのよ、好きだって。ご夫婦になったって構いしないわ。誰がそんなこと言った。誰だっていいわよ。困ったな。誰がそんなこと言ったか知らないが、お父さんそんなこと知らないよ。お酒飲んで何やぶしなきゃやった。私嫌いなの。そんなことまで知ってるのか。弱ったな。ねえ、お父さんが悪かった。謝るからもう泣くのよしな。ね、お前が嫌ならあそこのうち行くのやめるし、お酒も飲まないし、何やぶしもやらない。いいだろ。ね。さあ、約束するからもう泣くのよしな。ね。きっと。きっとだと思う。お父さんの一番大事なのは秀子じゃないか。秀子の言うことだったらお父さん何だって聞くよ。
し、だけどな、お父さんはろくに学校にも行けなくて学問のない人間だ。お前が嫌だと思うことが多いだろうけど。そんなことないわ、いいお父さんよ、とってもいいお父さんだ。そうか、お父さんも嬉しいよ。あ、もうそろそろお客さんの来る時間だ。あっち行って顔洗って。あ、そうだ、今夜はお父さんと一緒にご飯食べに行こう。嬉しいな、カズヤシ見てな。それじゃあそれまで私ヨシコさんとお手伝いやってくる。そうか、じゃあそうしな。なんだよ、おかしな人ね。ああいうの気をつけなきゃいけないよ。少し変なんじゃない？少しとかだいぶ変だじゃあ行ってまいります。あ、学生さんは何だ？あの方のお兄様よ。本当かね？どうして？どうしてって、あまりよく似てないね。似てなくたって本当の兄弟よ。そうかね。何見た？え？今日の担当してもらったな。そうかい？どうしてさ、お父さん。おかしいわ。うん、何でもないんだよ。お父さんもう召し上がらないの？うん、とっても美味しいんだけどね。お父さん今日どうしたんだかちっともお腹が空かないんだよ。あ、お前買い物があるんだってな。ええ。お父さんもちょっと買い物したいと思うんだけど、一緒だと遅くなるといけないから活動の前で会おうか。それでもいいわ。お父さん買い物何？うん、お父さんはなんだ、あ、日比谷映画劇場だってな。ええ、そう。待って、
My young man has finished the game, but お魚さんだってそうだわうちのお父さんいい人よ。そう、あなたのお父さんとてもいい方だわ。それで今日はもうお手伝いに行かなくていいのね。今朝手伝いの人が来たのよ。それにお母さんもいいんです。よかったわね。さよなら。さよなら。ヒデちゃんの本当のお父さんって来てるぜ。本当のお父さん、うん、嘘本当だよ。それでね、おじさんがね、えらく怒ってるぜ。何言ってんの。本当だよ。本当だったらさ、ねえヒデちゃん、私の本当のお父さんですって。ああ、俺見たけどね、とっても立派な人だったぜ。まだ疑ってんのか。嘘だと思うなら言ってみなよ。子供がないからもらいたい、成功したから育てたいってよく言えたもんだ。17年もの間何してたんだ。さあ帰ってもらおう。さっさと帰ってもらおう。妹の死んだ時から俺は貴様を探し出して殺してもやりたいくらいに思ってたんだ。そのことについては今さら何ともお詫びの申しようもありません。さあ何も言わないで出てってくれ。
カバンが置いてあるから帰ってきてるはずだな。ちっともお見かけしなかったんですけど。どこ行ったんだろうな。さあ。いらっしゃい。お嬢さんですか。おお、ひでぼうか。珍しいね。こんにちは。近頃ちっとも見えなかったけど、どうしたんだい。おばさんは。おばさんはちょっと買い物出てるよ。おじさん。ん？私、おじさんにちょっと用があってきたんだ。ああ、そうか。今すぐ手が空くからね。奥へ上がって待ってろ。しんちゃんたちは？遊びに行ってらっしゃいますよ。よいしょ、頼むよ。はい。でも、泣いたりしてどうしたんだ。お父さんに叱られもしたのか。え？泣いてたんじゃわからないじゃないか。え？どうしたの？話してごらん。おじさん、何も隠さないで、みんな話してちょうだい。一体どうしたんだね。おじさんにはさっぱりわからないぜ。どんなことだか話してごらん。今日、私の本当のお父さんだっていう人がうちに来たんです。何？お父さん来たって？お父さんは怒ってその人を追い返したんです。私が見ていたことも、ここへ来たことも、何も知りません。お父さんにはどうしても聞けなかったんです。おじさん、話して。本当のお父さん、どんな人なの？私のお母さんは？私、どんなこと聞いたって驚きはしないわ。ねえ、ただ本当のことが知りたいんです。困ったな。私の口から言っていいものかどうか。ねえおじさん、お願い。こうなったら隠しておくのはよくないとおじさんも思うよ。兄さんはひでちゃんの本当のお父さんじゃないんだ。本当のお父さんがまだ学生だった頃、ひでちゃんの家の近くに下宿をしていたんだ。そしてひでちゃんのお母さんと親しくなったんだよ。そのお母さんというのは私たちのたった一人の妹だったんだ。妹の過ちとも言えるが、その人も良くなかった。その人は突然どっかへ越して分からなくなってしまったんだ。秀ちゃんを産んだお母さんは間もなく病気で死んだんだよ。子供のいなかった兄さん夫婦が秀ちゃんを育てたんだ。一生懸命育ててきたんだよ。兄さんは秀ちゃんが可愛くて、おかみさんが死んでからもずっと後ももらわないで来たんだよ。いい人だよ。ええ、とてもいいお父さんです。ついでだから話すけど、この間もお父さん来て秀ちゃんのことをいろいろ心配していたんだよ。自分が無学だってことまで気にして、俺の娘としておくのはかわいそうだ、後継ぎをもらってどっかやりたいなんて言ってたよ。
間違いのないようにいい娘さんにならなきゃいけないよ。ね？ほら、触るもいないの、物騒だこと。あ、おばさんが貸した。さあ、涙を拭いて。ヒレちゃん来てたの？しばらくね。こんにちは。バカに遅かったじゃないか。こんなにそう早くは帰れないわよ。あ、ちーちゃんたちは？うん、まだ帰ってきてるな。あ、そう。ゆっくりしてっていいんでしょ？ごちそうするわよ。あ、ごちそうって言えばヒレちゃんのお父さんが言ってたけど、ヒレちゃん得意のハイカラな料理をちょっとごちそうしてもらいたいね。あ、それもいいわね。お父さん言ってたぜ。なんとも不思議なものをこしらよって。ラブスタコキルとかマカロニグラッとか言ってたよ。ねえ、おじさん。さっき、おじさんとか来てたの、ヒデちゃんの本当のお父さんだって。立派な人だったね。あれは何商売かな。うるせえな。普通だったろ。お母さん遅いな。どこ行ったんだ。一人で出かけたのか。おい、聞こえないのか。だって、なんかいや、うるさいって言うんだもん。人に聞かれたら返事するもんだよ。おっかさんは、どっかへ出かけたよ。そりゃさっき聞いたよ。あとは知らないね。人の顔ばかり見るんじゃないよ。あっち向いてな、あっち。やっぱりこれから猿物の死に何やぶしもなる。それから善吉のお母さんと一緒になるかもしれないぞ。いいか。いいわよ。お前は嫌だって言ったろ。嫌だろ。ううん、もう嫌なんて言わない。お父さんの好きなようにしていいのよ。うん、お父さんお前をもう可愛がらないぞ。いいか。可愛がってくれなくたっていいわよ。もうおやすみなさい。いやいや、まだ寝ないぞ。これから何やぶしをやるんだ。どうだ。じゃあ聞いてるわ。よし。金曜日だん小松嵐の
くも骨抜き読み立てまつ。今日は本当に日曜か？え、そうですよ。うん。掃除は後でしな。残しちゃかわいそうだ。はい。私はまた北沢行ってくるからね。あ、そうですか。おじさんが昨夜帰ってからお母さんがすぐ帰ってきたよ。そうかい。なんか用があったら呼んでくれ。ああ、いいんだよ。お嬢さん、お玉でも焼きましょうか。いらない。少し散歩してきてからご飯食べるわ。ご気分でも悪いんですか？お父さん？北沢いらっしゃいました。そう？そんなわけで私はすっかり事情を話しちゃったんだけど。そうか。それで昨夜思い当たることがあったよ。ヒデちゃん何か言ったの？うん、バカに優しくてね。そうかい。実は私から事情を聞いたってことをナイスにしておいてくれってしきり頼んでたよ。怪しいじゃないか。ああ、どうしたもんだろうな。なんたって相手は本当の親だし、それに教育も金もあるし。そんなことは何もあの子の幸せがあるとは限らないよ。ヒデちゃんは今更どんな人が出てたって今のお父さんの他にお父さんだなんて思えないってそう言ってたよ。そりゃそうだと思うよ。いかに本当の親でしたって子供はそういうのを無理にどうってことはできないと思うね。そうだな。嫁にやるんだったらうちの一人跡取りにやってもいいしさ。違うけど、ひでちゃん心配してたね。おでん屋か何かやってる人で兄さんの好きな人がいるんだって。うん？いや、あ、好きとかなんとかってんじゃないよ。死んだ神さんにちょっと似てんでね。
時々飲みに行っただけだよ。嫌になっちまうな。兄さんいくつになったんだよ。まあそう言うなよ。じゃあ別に一緒になるのどうのってんじゃないんだね。ああそうさ、調子はいい女だけどね、性質がいい女だかどうだか分かんないんだよ。あんまりヒデちゃんに心配させない方がいいね。ああもう大丈夫だよ。ヒデちゃんより兄さんの方が心配ってことになるぜ。へい、ピカチョウ。へい。私を知ってたんですね。あなたには会わないで帰った方が良かったのかもしれない。でもどうしても一目だけ会ってお詫びを言いたかったのです。私はいけない男でした。成功とか出世とかそんな夢に取りつかれてあなたのお母様を捨ててしまったのです。今さら会わせる顔はないのだが、あなたの生まれたことも、それからお母さんの亡くなったことも知っていました。だが、私は心に謝りながらも東京を去らなければならなかった。それから17年、今ではどうやら大阪で暮らせるようになりました。だが、いつもあなたのことが心にかかっていた。会って謝りたい。できるだけの償いをしたい。そう思って出てきたのです。しかし、もしあなたが何も知らないで幸せに暮らしているのだったら、そう思って幾度も躊躇はしたのですが、しかしどうしても会いたい、よそながらでも会いたいと思う気持ちを抑えることができないで、とうとう昨日お父さんに会いました。お父さんは大変お怒りになりましたが、それは当然です。私はあなた方にとってどこまでも悪い男で、許してください。随分大きくなりましたね。学校は何年？4年です。早いもんだ。幸せですか？いいお父さんですか？ええ、お友達に羨ましがるくらいいい父です。そう、それはいい。私は今ここにいます。何かお役に立つことでもあれば。昨日大阪に立つつもりでいましたが、よそながらでもと思ってこうして会えて、こんな嬉しいことはありません。
近所を散歩してくるって出かけたんだそうだ。もうじき帰ってくるだろ。いや別に心配することないだろ。うん、変わった様子もないらしかったから。そう、じゃあ私は一風呂浴びさせてもらおうかな。もう入れるのかね。ああ、もういいだろ。ちょっと入ってきますよ。うん、なんだ秀子か、散歩だったんだって。ええ、とってもいい天気よ。うん、あのな、今朝お父さんが北沢のおじさんとか行ったんだけど、お前も昨日行ったんだってな。ええ、おじさんからすっかり話を聞いたよ。お父さん、そんな話もしませんね。何しろあんまり突然だったんで、お前もびっくりしたろうと思うよ。しかし今まで話をしなかったのは悪かったかもしれないけどね。お父さん、私あんなことがあったって前とちっとも変わんなくてよ。お父さん心配することないのよ。うん、そうかい。ほら、ゆうべお父さん言ってたじゃないの。私、うち新しいお母さん来たら嬉しいわ。いや、あれは嘘だよ。お父さん昨日すっかりどうかしちゃってな、お酒を飲んだりつまらないこと言ったりしちゃってごめんよ。ね、もう今度から決してお酒なんか飲まないよ。じゃあ何やぶしもやんないでしょ。おじさんね。ああ、お前のこと心配して生きてくれたんだよ。あ、そう？どうしたんだ？何でもない。